武前市は、福岡県の東部にある市である。福岡県の東部、京畜地域の南部に位置し、行橋市と中津市のほぼ中間に位置する。市域南部には、久保手山や犬ヶ岳などの山々が属する畜市山地が、連なる。また、北部は、巣尾灘に面しているため漁業が盛んである。なお、天気の良い日には、対岸の山口県が見えることがある。先で述べた通り、域南部は、 久保手山などの産地が多く自然が豊かでこの周辺では湧き水が湧いているところも多い。特に市域南西部の畑地区にある畑冷泉は福岡県内でも有名な名水の一つで市外からも多くの人が訪れる。この他にも市内には名水が多い。当初、合併指名を宇野島市と決めていたがこれに旧八野町の住民が激しく反発した。 旧八野町部分の文庁を主張し、この影響で先属、横武両村が合併離脱を表明するという事態にまで発展した。その後、事態を収束させるため、一旦、宇野島市として発足した後に、旧八野町から出されていた、宇野島、八野、築城のいずれでもない市命に解消することで合意がなされ、合併翌日の4月11日に、無前市と解消することを決定した。 宇野島市の名称は合併のわずか4日後に消滅した。現在、武前市は単独市政だが2005年末に隣接する吉富町に再度合併協議の申し入れを行い、両市長は勉強会単位での協議を行っていた。2007年2月26日、福岡県知事から合併特例法に基づき吉富町との法定合併協議会設置を全国で初めて勧告され、 4月1日に法廷合併協議会が設置された。これにより、吉富町との合併協議が一層進むことが予想されていたが、町単独を望む意見のある吉富町においては、設置勧告は町民の意見を無視しているとの批判が強く、2007年4月22日の吉富町長選で、無前氏との合併に慎重な今富十一郎が町長に当選した。 同日の吉富町議会議員選挙でも武前氏との合併に慎重な候補が躍進する結果となり、2007年8月11日、吉富町は武前氏との合併協議を打ち切ることを決定した。これによって合併協議は事実上の白紙となり、一方の武前氏は築城軍三町との合併を目指す意向は変えず、吉富町に関しても合併に向けて働きかけを行うとしている。 無前市内には、吉富町、高下町と同様中津都市圏に属しており、中津市との結びつきも強いため市内でも中津市との合併を望む声がある。その他、畜城郡や京築地域全体での合併を望む声もある。過去の合併協議、編集畜城郡椎田町、追木町と合併し、豊か畜士となるべく合併協議を重ねていたが、2 0 0年2月27日に、 シーダ町で行われた住民投票で合併反対が多数との結果が出たため、シーダ町が離脱を表明し合併協議会は解散した近隣市長の情勢、編集旧シーダ町、旧追記町の2町は合併し2006年1月10日に築城町が発足した。が、旧シーダ町では、無前市との合併に反対意見が多く、将来的には、 ゆくはしとの合併を望む声が根強い。その上、誕生して間もないためかしばらくは、築城町との合併は、難しいと見られている。福岡県と武前市は隣接する吉富町、旧新吉富村、旧太平村に対して、武前市との合併協議を行うよう再三にわたって、申し入れていたが、武前市よりも中津市に近いこの山町村は、中津市との越境合併を目指し申し入れを。 断り続けていた。新吉富村と太平村はに村での合併が決定し、2005年10月11日に工芸町が発足した。だが、無前市より中津市との合併を求める声が強いため工芸町との合併も難しいと見られている。歴代市長文化、教育施設、福祉施設、スポーツ関連施設、公園専門学校、編集高等学校、編集中学校、 編集私立小学校、編集太字の学校は標準服が指定されている。私立宇野島港周辺に工業地帯が形成されている。近年は中津市に大発車体が進出したことにより自動車関連企業の進出が進んでいる。宇野島駅前には商店街が形成されている。この商店街は商業地として繁栄していたが、 自動車等の普及によって生活圏が拡大したことで人口が流出。1990年代には国道10号沿いにロードサイド型店舗の進出が進み、さらに中津市などに大型ショッピングセンターが進出したことで商店街は衰退し、全国的に社会問題となっている中心部の空洞化が進んでいる最寄り空港は北九州空港、江戸時代後期に 小倉藩により実行した。当初の実行目的は、貴族をめぐり、中津藩との間で係争となっていた山国川、川口の小祝地区の漁村の移転のためであったが、実行後は、海鮮業を営むものが増え、宇野島の経済発展のきっかけとなった。2010年現在では、地方港湾に指定されており、港湾管理者は、福岡県である。福岡県警畜県土整備事務所が、 管理業務を行っている。宇野島駅かつては、西日本鉄道直営、その後分離市会社である、西鉄バス系地区によるバス路線網があったが、現在はすべて廃止された。武前市バス市の直営で2002年運行を開始、道路運送法第79条の登録制で、白ナンバーバスにより運行している。武前、中津コミュニティバス隣接する中津市の、 中津市民病院と武前市役所を結ぶコミュニティバス。2010年4月26日運行を開始、平日のみ4往復、武前市と中津市が共同で負担し、大港北部バスに委託。高速道路、編集武前インターチェンジ料金所高速自動車、国道高速自動車国道に並行する、一般国道自動車専用道路一般国道、編集道の駅武前を起こしかけ県道、 編集主要地報道一般県道主要都市までの距離、編集畑霊戦艦大風神社は個人、ありがとうございます。